ビビれるよ、ちなみに。ほわ、まあ、いつもこの顔なんだけどね、大人だからね、そんなに大きく感情を動かされることはないから。ちょっとこれからはちょっとしばらくこのまあちょっとエッチな脱いでるエッチな衣装で配信していこうと思います。皆さん今日は見てくれてありがとうございました。じゃ、全然浴場しませんけど、あ、そういえ待って、この話だけさせてくれよ。まあ、この前実家に帰ってお酒飲んでた時に、ちょっともうちょっといいスタイルになりたかったなって言ったら、母が、いや、ラプちゃんがおっぱい大きくなったら面白くなくなっちゃうじゃんって言われて、どういうことって、はぁ、え、何？